こいつもまた出たよ。こいつね、僕ね、苦手なんすよ。どうも皆さん、オリエです。よろしくお願いします。46年目から今回はね、やっていきたいと思います。さあ行きましょう。すごいね、今健康的な時間にやってますよ、これ。すごいよ。午後5時。すごくない？ねえ、俺ね、俺といえばもうね、みんな多分ね、午前3時ですとかさ、そんなのばっかりでしょ？今ね、すっごい盛大にした感だんだ、ちなみに。今ね、最悪です。じゃあまあ最近そのね、まあ、多分僕がずっと眠そうな時に実況してるじゃないですか。いろんな方から心配されましてね。本当にもうすいません。うん、本当にすいません。私は大丈夫です。元気です。生きてます。本当に辛かったら僕動画更新一旦ストップするんでね。はい。でもそれがないってことは全然大丈夫です。はい。いや、皆さんね、本当にご心配いただきありがとうございます。はい。これからもね、オリエで頑張っていくんでね。よろしくお願いします。はい。まあ、そういうわけでね。前回の収録は確かね、ほんでね、同時に謝んなきゃいけないんだけど、もう一個謝んなきゃいけないんだけど、確か俺は前回の収録で録画ミスをしたんですよ。キングニカードね、違う間違えた。キングモンビーが変身した瞬間に暴れまくってスイッチの接続が切れるというね。はい、もう何をやっとんだお前はと。ね。もうほんといろんな方からブチ切れられても仕方がないなと思うような、はい、もう犯罪みたいなことを犯しましてね。なんだこれ、なんだこれ、もうゴミみたいになってんな。さあ、とりあえず、まあ、ちょっとそんな感じでね、今回やらせていただきます。よろしくお願いします。さあ、コンピューター変えよう。はい、クソ。はい、クソ。結構クソ。これなんか赤がずっと貧乏神引きずれそうだね。これね、雷神って、佐久間でしょ、本来こいつ、シンプルに。で、赤鬼も強いしな、今回。赤鬼がなんかシンプルにさ、閻魔ぐらい強いもんね、なんか言っちゃえばさ、今回。閻魔ぐらい？いや、下手すりゃ佐久間と互角クラスじゃない？って思ってるんだけど、俺。皆さんどう思います？バグダッド。おーおーおー、まあまあ近いよ。ただね、14マスなんだよね、俺の出しね。バグダッドってどれだ？これか。あったあった。これだ。あー、ペルシャ絨毯とかだ。ここと、ここだけっても偉人いたっけ？あと俺偉人で仲間にしてないのって何人ぐらい？歴史ヒーローさん。31人。あと8人か。1個その中でも狙いたいのはこれかな。ここだね。ここちょっと狙っておきたい感はありますね。やっぱね。エリザベスさんがいますよね。確かね。エリザベスさんが、すり撃退してくれる人なんだよな。それはね、俺個人的にめちゃくちゃ欲しいんだよ。こっから先。カード売り場にめちゃくちゃ止まるからさ。その関係でやっぱ、売り場もね、こう、スリがやっぱ来る駅ですから。だからそういう意味では、エリザベスさん味方になってたら、めちゃくちゃ心強いよね。多分ね。だそういうのもちょっとやっておきたいところでもある。ある。高えな、この辺。ロンドンって独占いくらかかる？これ。ちょっと計算しますね。9200億か。ってことは7000億は全部使っていいんだな、これ。オッケー。これはまた遠いとこだな、ちょっとな。目的地が離れすぎちゃうのもちょっと怖いもんね。こいつが普通に入れなくはない。まあ、回りにくくはなってるけど、それでもまあ、ここは4マス周期だから、実質2分1で入るっていうのを考えて、1300億なのに 1% ってちょっとさ、コスパ悪いよね、言っちゃ悪いけど。てれんてれてれ、てれんてれてれ。この新しいリニアの曲も好きだなぁ。かっこいいよね、普通にね。まあ前のももちろん好きなんですけど、今作のも普通に好きだな。あ、200箇所。なんだかんだでもうそんな領域になっていましたか、私は。おっと？急に動き出すじゃない。そうか、こいつも言うて雷神だもんね。ちゃんと目的地向かうようになるのか。豆鬼だったもんね、前回までね。そうかそうかそうか。豆鬼よりかはまあ強いか、さすがに。てか豆鬼プラスだったの今、正直。1400億もあんの。あいつめちゃんこ強い、もしかして。あ、なるほど。潜在一遇なんてものを持ってたんですね。てか、1手目終わるまでに5分かかってる。序盤喋りすぎたな。ちょっとじゃあ、ちょっと目的地の方にいないとダメか。これはさすがに。てか13って。出目うんこすぎない？次、なすれるか、これ。行くか。行っとくか、これな。行っとくわ。これ大事だわ。うん。出た！クエスニャン？確か。こいつもまた、出たよ。こいつね、僕ね、苦手なんすよ。4択クイズで勝負するにゃん。正解ならもらって嬉しいからね。
不正解ならもらって悲しいからね。をプレゼントするにゃん。さあ、クイズの前に、正解と不正解でもらえるから、おう、一枚ずつ決めるにゃん。はい、わかりました。まあ、イギリスだったんで、ちょっと英語風に言ってみました。全然違うけど。何カードですか？星飛びか。うっ！取り返しか。ちょっと困るね。せめてこれ、外れがなければいいんだけど。はい、わかりました。当たればいいんだろ？当たるかな？何？世界で一番長いか、ナイル川。さすがにわかるもんねー。ストーリー2枚はいらんな。うん。簡単でよかった。2番目に長い川はアマゾン川です。とまでは覚えてる。そっから先は知らん。3以降って、やっぱあんまりわかんないよね。山とかはわかるけどさ、山もわかんない。山も2番目しかわかんない。エベレストと K2 までしかわかんないや。難しいよね、そういうのって覚えイエローナイフ。てか何、桃鉄の制作者さんイエローナイフ好きなの？USA にもあったもんね、イエローナイフね。好きなのかな。俺も好きですよ。イエローナイフなんか知らなかったもん、桃鉄 USA やってなかったら、ぶっちゃけね。こいつらめちゃくちゃ動くな。お、でも着きやすい場所に来てくれたな。だこういうところが対人戦にはない動きよね。来たー、この人が強えんだよ、この人。東インド会社、あ、そうなんだ、知らなかったわ。はい。はい。いや、ヤクモって呼ばれちゃった。はい。僕、ヤクモなの？世界に一旦支配する大帝国の力、その上領を脱出にかけてあなたを助けしましょう。すごいな。はい。わずかですが、あなたに授けましょう。どんぐらいくれるの？わずかとは結構帰ってきたな。また一丁超えてるやんけ。まあ、とりあえずつけよう。で、これで多分超音速ちょうどなくなるから、オッケー。これで何買うか。これだな。うん。これだわ。カードバンクだわ、絶対。で、ちょっと、バンクの中身見てちょっと相談しようか。バンクの中身に超音速とか結構あるんだったら、1、2枚、あれしちゃって、で、して言うんちゃう。あ、でも持ち金ゼロもあるな、言うて。そうか。でも、めったに来れないからな、言っちゃえばここな。ぴったりある。キングにもある。物件飛びある。冬眠もある。ビビキュラーある。超音速3枚か。パトカード、ねえ。いや、でもね、あれ、が 100% ではないっていうのかな、結局な。そこだよね。一枠でもこれに埋まっちゃうのもなんか、動きづらいは動きづらいんだよな、個人的にはな。どうしようかな。ちょっとわかんない。お、リモが無視。それある意味、他のコンピューターその動き困るんじゃない？どしたんって言わない？ほら。こいつらやっぱほら、貧乏神欲しくないから当たり前だけどさ、めちゃくちゃ困惑してんじゃん。こいつどう動くんだこれ。あ、もらった。おー、なるほどね。意味あるかそれでも。とりあえずゼロにしとこう。危険物資はない方がいいからね。もちろんね。入ったか？うわ、入るね。強いね、目的地争いね。うわ、めちゃくちゃもらうやん、目的地。ほんで、1000億。あら、2000億程度じゃもう持ち金ゼロなんかじゃ使っちゃダメだな、これ。3、4000億とかになってからだな。これ多分独占するでしょ。まあそうですよね。いや、買っときたかったな、ちょっとな。まあいいや、しょうがない。あ、でも1か所目か、言うて独占。全然だな。で、多分僕の居場所だったら貧乏神なすられる可能性そんなにないんじゃないかなって思ったけど、こいつもそもそも向かったな、これ。エンジェル、いいね。なんで捨てんだよ、だから。何してんだよ、お前。今めちゃくちゃ必要だろ、金ないんだから、お前。あ、コグフンと捨ててくれた。優しい。絶対に使うべきだよ、それ。言っとくけど。絶対に俺に使うべきだからね、まず。お前何もできねえだろ。お前なんかが精霊境界駅を利用とするのが間違いなんだ。分かったか、放ったらがクソだ。物件取りちょっと見ましょうか。13あるね。13とかでも全然いいか。一応他も見る。ゴーダス飛びとかは？ゴーダス飛びなんか8箇所しかないんだ、もう逆に。カラコル。どこカラコル？カラコルどこ？
どこだよこれ。でも14マスだな。で、6分の1か。多分これじゃあ農林でしょ。農林ってこと。よし、農林じゃねえか。いいじゃんかよ。おい、素晴らしき。お、なるほど。おならカール来ましたよ。なんか久々に見たな、そんなの。ただこれ飛ばすマス多分15固定だよな、今回も。前と同じならね。前と同じなら多分15固定だと思うんだよな。でも今回も多分そんぐらいだと思うんだよな。目的地から15マス遠ざかるみたいな。多分そんな感じ。貧乏神？ちょっとうざいよね、これね。うん。食い物に火をかけるな、お前は。クズが。あ、ちょっと遠ざかっちゃったな。なんかでも雷神ってね、確か性質で、こう、なんか、嫌がらせすんのが好きみたいなのが確かあるもんね、設定にね。これ、佐久間だよね、ってか、佐久間結構普通に、あれやねんな、その、貧乏神無視すんねんな。おー、ライトニング、強いね。29マスか。ちょっと遠ざかっちゃったわ。まぁ、ちょっと物件飛び見よう、一応な。こういうのも見ておくべき。22。近いのが22だな。なら動こう。一番近づけるのはこれかな。あ、まぁ、ノリあるじゃん。いいね。よし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 。いいじゃん、いいじゃん。これ、ノリ持っとこうぜ。いいじゃない。こういうの持っとくべきよ。うんうんうん。さあ、こいつらの動き次第だな、こっからの。青島か。これ青島って読みで合ってんの？そもそも。なんか読み方他にあるのかな？全然実は違いますよ、みたいな。赤緑島ですか？みたいな。うん。ね。そんなわけねえだろ！実際でもなんて読むの？青島でいいのかな？これ青島さんですか？青島さんです。青島です。どれですか？違いますか？どうなんだろうな、ちょっとわかんないな。ごめんね。1億5千万みたいな物件今までそんななかったよな、そういや。結構バカすか使うね、カード、ほんと、こいつら。あ、目的地入れなかったんだな、これ。おい！おい！またんかい！なになになに？高い。高い。ふざけんなよ。なんか2000億急になくなったんすけど、どういうことっすか？え、待って、俺、刀狩りがない。はぁ！やっべぇ！刀狩りねぇ。やってんな、これ。やってんな。やってんな。どうしよう。やってんな。うわ、やらかしてる。どうしよう。待って。どうしよう。コンスタンティーヌ。コンスタンティーヌは違うな。あれも、行くか。行こう。言うて200カ所独占してんだったら、このペースだったら全部県制覇自体は多分間に合うと思うんだ。だから、うわぁ、もうやられた。びっくりした。もう、なんでそんなことすんの、ほんと、もう。はい。もう、やめて、ほんとに。やめて。シンプルにやめて。そういうことすんのさ。いじめよ、軽く。そういうなんか、強奪飛びハラスメントやめてくださる？何、強奪飛びハラスメントって。聞いたことない、そのハラスメント。なんでそれで入んだよ。誰だよ。え、これ僕っすか、これ僕っすか、これ僕っすか。え、これ僕。あぶねえ。ちょ、社長だと。よかった、俺じゃなかった。どこ。うわ、地形な、またなんか微妙に。絶妙に地形な。はい、わかりました。わかりましたはいいけどさ、ちょっとさ、どうしよう、微妙な距離だな、これ。物件飛びかなんかに、いいのがあればいいんだけど。何？出た！うんち加算のやつやん。そこがいけないっていうことか。ああ。なんだこれ。今更だけど結構クソイベントだよね、これね。おー、連帯保証人だ。あ、いらねえ。冷静に考えたら俺9500億あるんだったわ。20マスでしょ？うわ、微妙だな。なんかいい場所ある？一桁。うわ、一桁ねー。じゃあ、仕方ない。何それね。何その、ゴミみたいなさ。そう、ゴミみたいなでね、何それね。一個6あるだけで、あと全部 1？ なんか、俺、目的地入らせてくれないの？目的地入らしてえな、俺にも。ちょっと、頼むわ。目的地入りたいよ、俺も。ああ、買うね、音速ね。まあまあ、そりゃそうか。いや、ちょっと、頼むわ。
入らせてよ、俺にも目的地入りたいよね。入りたい入りたい話聞けよ、お前はマジで。もうちょっとも目的地入らせてくんないし。ねえ、俺にも入らせて、目的地ね、入らせて。こいつらが性格悪いね。740億とか買わないでくださるよね。もうほんと困るわマジで。シュッ、ゴーダストリさえ割れれば、ゴーダストリさえ割れれば、ゴーダストリ、ゴーダストリ、ゴーダストリ。あれ緑だっけ持ってんの。あ、緑か。じゃあ俺は何を見てたんだ今。ゴーダツ、ゴーダツ、バッカ、結局割ってねえじゃねえかよ。あ、それが欲しいんだよ、それが。それをよこせ。もう本当に嫌。あいつ絶対すぐ使うでしょこれ、ゴーダストリとか。ほらほらほら見た、ほら見た、ほら見た。だから割りたかったんだよ。あ、え、これもそうか、対象なのか、タロジロ。えぐ、あいつタロジロ最強やん、リアルに。リアルにあいつ最強やん。アリススプリングスはあれか、モツキンディラとかのとこか。ただ全部ちょっと遠すぎるな。シカゴ、シカゴありやな、そうしよう。よしよし、これだな。まあ買っておこう。うんうんうん、いいんじゃないか。ニューヨークとかもそういえばまだ俺あれか、あれだもんね、買ってないもんね。うん、ごめんね、その刀から俺対策する方法がないんだ。対策する方法がない今。やばい、ちょっと刀狩りをバンクに入ってないってのはちょっと想定外だったわ、マジで。何よりも最優先でやんないとかもな、もしかしたら。じゃないと今みたいになっちゃうもん。まずいわ。また。セントジョージズ。あー、そこは？それか。こうやってとにかくただ近づいてるだけか、これ。てか、タロジロの防御力やばいな。あいつ。タロジロの防御力やばすぎま、やばすぎません？でっか！でっか！嘘でしょ？何それ？ちょっと待って、ちょっと待ってね。ね、なんか歴史ヒーロー強すぎね。全部。全員強いんだけど。え、どうしたんマジで。何が起こってんのあれ。えげつなく強いじゃん。え、これ目的地多分ね、まだ入らない方がいいよね、多分ね。こんだけまだみんなうろたえてくれてるから。だとしたら今のうちになんか、独占できる場所独占しときたいね。金かかる場所で、ちょっと収益上げるっていうのが多分いいと思うな。ここはまだ買えないか。ニューヨークはまだか。ニューヨークもね、本当はね、買っておきたいんだよね、早めにね。エジーソンがいるからさ、エジーソンが。エジーソン今作強いんだよ。あ、待って、間違えて押しちゃった、間違えて押しちゃった今。間違えて押しちゃったけど、まあ、ここもいっか。よし。間違えた。綺麗に、ま、もう間違えた、俺今もう本当なんでなの。僕はもう何をしてるんでしょうかね、本当ね。つけた。で、ジェット買ってるね。まあまあまあ、買うよな。なんだかんだサイコロバカスカ振って動くって強いっすからね、なんだかんだでね。とは思います、僕も確かに。はーい。よいしょ。ただ歴史ヒーローの出現率を下げたのはすごいいいと思う、俺個人的に。これ、いい調整だよね。と、僕は思ってます。よし、これ決算でかいでしょ。今 3% とか抑えて、ほら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 。こういうのでかいんじゃないの ?180 億超えよ、これ。ねえ、でかいんじゃないの、そうでもないかな。そういえば、省エネの時にオール6カード使ったらさすがに6になるんだよ、なんのかな、あれ。さすがに省エネが勝つなんてことないわよね。うおぉ !6 大都市。あ、入ったか？はいや。なんでそんなすんなり入んの？ビエンベニード。ビエンベニード。あ、苦しいよ。ビエンベニード苦しいよ。苦しいよ。テュクマン。もう、リアルにどこ？はぁ、アルゼンチン！すっごい大声で言ってみました。意味あんのかな、これ。あ、やべ、決算飛ばせる設定にしてね。はーん。さあ、決算が来ました。おー、上がったんじゃない？ 6,679 億。結構もらえるね。ただこれ、ランド買うの何年目になる、これ。リアルに60年はかかるよな、これ多分。おっそって思われそう。まあ、いっか、しょうがない。まあ、買えるだけよしとしよう。